2568回始めます。4月13日金曜日、あ、じゃない、土曜日入ったところですね。はい、桜がね、綺麗ですね、仙台。うん、なんかね、私も車から降りて、まあ車から見るだけなんだけどね、大体、車から降りてね、花見のスポットとかね、ゆっくり15分でも30分でも見りゃいいんだけども、まあ面倒くさいというか、一人だとどうも花見もゆっくりしたいなって思えないというかね、余裕がないというか感じなんですけど、なんかね、年とともに本当年々なんか花とかね、綺麗だなと思う一方、なんか悲しくなってくるんだよね。何なんだろうね、私、年なのかな。涙は出ないけど涙が出そうになるっていうか、なんで花を見て涙が出そうになるのかなっていうね、本当にね、分かったね、親の気持ち。入学式とか卒業式とか号泣するお母さんとかいたけど、あの気持ち分かってきた。なんか泣けてくるんだよね、悲しくもないのに、嬉しいことなのに泣けてきちゃうっていうね、私なんか花見ても泣きそうになっちゃうもんね。桜綺麗だなって泣きそうになるんだから、何なんだろう。はい、物悲しくなるんだな。綺麗なのは綺麗なんだけど、切なくなんだよね。今回 CBC テレビからですね、2568回、まあちょっとした、ちょっとした話だね。またタバコのトラブルだよ、トラブルだけど、前にいたバイクの男性の頭を鈍器で殴ると、タバコの煙が自分の方に流れてきたことに腹を立てということで、48歳の男が逮捕されましたと。タバコの煙が自分の方に流れてきた。いや、これでもシチュエーションとしてはあんまりない、お話します。タバコの煙が自分の方に流れてきたことに腹を立て、タバコを吸っていた、男性33歳の男性を鈍器で殴って怪我をさせた疑いで、48歳の男が逮捕されましたと。逮捕されたのは名古屋市港区の宅配サービス業の山下隆容疑者、48歳ですと。まあアラフィフですよ、48歳。アラフィフを、まあ、腹を立てて鈍器で殴るなと、48歳が33歳の、ね、15歳下の男の、ね、どっちも男だよ、頭を殴った。警察によると、山下容疑者は3月7日午後9時20分頃、夜だね、午後9時20分頃、3月7日、ね、夜9時20分頃、ね、この容疑者も原付バイク、容疑者48歳原付バイクを運転中、まあ、赤信号で止まった際に目の前にいた、ね、相手も原付バイク、33歳の原付バイクの男が赤信号でタバコ吸ってたんだろうね、その赤信号で、まあ、原付2台が、ね、止まってると。で、前にいた33歳の若い方が赤信号でタバコ吸ってるんだから、でその煙が自分の方に流れてきたっていうことに腹を立てて、48歳が、鈍器で頭を殴って怪我をさせたって書いてあるね、この33歳ね、殴られた方、殴られた後転倒し頭の骨を折る大怪我。いや、これは、殴られての大怪我なのか、転倒した際の大怪我なのか、とにかく頭の骨折ってるんだから、33歳。いやいやいや、調べに対して山下容疑者、トンカチで殴ったと話してるっていうことで、山下容疑者は前にいた男性のタバコの煙が自分の方に流れてきたことに腹を立てて犯行に及んだと、これはまあシチュエーションとしては珍しいように思うけど、まあ私原付乗ってないからね、学生時代は乗ってたけど、珍しいように思うけど珍しくもないかなっていう感じもする。というのはやっぱね、タバコ吸う人ってやっぱ人にもよるけど癖になっちゃって、いわゆるチェーンスモーカー、起きてる時間のほぼずっとね、途切れなく吸う人っているんですよ、中には。亡くなったのかな、ドリフターズの中本浩二さんなんてね、あの人ヘビーでね、ほぼ1日吸ってたと思うよ、あの人、1日5箱って言ってたから、で私もヘビーな時期あって、1日2、3箱吸ってた時あったね。今もまあそこそこ吸うけど、まあ1箱ちょっとは吸うんじゃないかな。
そういう人ってもう本当起きてる時ずっと吸ってるから、ね、この33歳この人なんと原付バイク運転中赤信号で吸ってるっていうね。なんなら動いてる時も吸ってると思うよ、こういう人。私原付乗ってた時はさすがに赤信号では火つけなかったけど、まあ、そんな時期あったかもわかんない。私ほんとヘビーな時は風呂場でも吸ってたね。風呂場トイレ、とかでも吸ってた、そんな時期あった。今は風呂場じゃ吸わないし、トイレでも吸わないけど、そんな時期ありましたよ。今は換気扇の下だけですよ、家では。今車乗ってても吸うね、私ね。運転中とか平気で吸うし。ただ車吸ってて、やっぱ中に煙こもるの嫌だから、窓開けるけど、その窓から出た煙がね、隣の車の人に、とかね、あのバイクの人にってなって、煙が流れてきたことに腹を立てて、鈍器で殴られる。それも怖いね。だからね、まあタバコの煙ね、嫌な人は嫌だからね、これね。で、注目すべきは、運転しててもね、赤信号でもタバコ吸う人っているのっていうことですけど、いるんですよ、これ。本当にいると思う。あのヘビーな人はね、本当やめられないから一日中ね。で、注目すべきはそこね、やめられないタバコの人、ね、タバコ中毒の人いますよっていうこと。もう一つ、48歳が33歳、トンカチで殴ったって言ってんだから。トンカチ。驚くべきは、この48歳が原付に乗ってて、トンカチを常に携帯してるってことだよね。これなんですよ。今、物騒だから、まあ、何らかの武器をね、所持してるっていう、武器になり得るようなもの、鉄パイプとか。まあ、いわゆる自主防衛、自己防衛っていうかね、のために持ってるっていうのはまあありだと思うんだけど、これ殴られた方、33歳もまさかトンカチで殴られたとは思わなかっただろうし、あの交通トラブルとかでね、いきなりトンカチとか鉄パイプとか、あのナタとかね、ナタとかね、釜とか、そんなので振りかぶられたら怖いだろうなっていうことですよ。そういう人が世の中にはいるっていうことね。バイクとか車とか運転してる人で、そういったね、鈍器のようなもの、金槌とかなんとか持ってる人、世の中にはいますよっていうこと、皆さん気をつけてください、本当に。で、日本ね、拳銃のない社会だから、銃が出回ってない社会だからいいんだけど、アメリカだったらこれね、車運転中とか車携帯、銃携帯してる人がいるよね。だからカーッとなってね、交通トラブルとかでいないぶっ放すとかよくあるけど、ニュースとかで。日本の場合銃がないのはいいね。ただね、本当、まあ、私も夜とか出歩くけど、本当交通トラブルとかあってね、いきなりね、一言目発することなくいきなりドンキでぶん殴ってくるやつとかいるから、夜間とか動く方ね、重々気をつけてくださいね。あと加害者にもならないってことね。あくまでご信用で何か持ってるのはいいけど、私なんかは持つべきだっていう派なんだけど、ね、襲いかかってくる人いるからね、少しおかしな人って言ったら変かな、いるから、価値基準が違う人、いきなり金槌で、これ頭の骨折る大怪我、33歳、これ鈍器で殴られての大怪我だったのか、ね、殴られた後転倒して、ね、頭の頭蓋骨、転倒の衝撃で頭の骨を折ってるのか、これ分かんないね。まあ鈍器で頭って、まあおそらく原付き、ヘルメットかぶってるだろうから、ヘルメットを金槌で叩いたのかな、ドンと。そんでその何かね、効き目なさそうだけどね、ヘルメットしてたら。衝撃か何かで、びっくりしたのか何かで、バランス崩したのか何かで倒れて頭を打って、頭の骨折ってるんだね、これね。ね、鈍器での頭の骨の骨折じゃないと思うよ、これ倒れての骨折だと思うよ、おそらく。ということで、まあ物騒だなっていうこと。所持品といえばね、運転中車乗る方、まあバイクもそうだけど、持ってるのはいいけど、いきなり職務質問とかされてね、警察に止められて、私この十徳ナイフね、紙につけてるんだけど、刃渡り4センチ、5センチぐらいのちっちゃいやつですよ。十徳ナイフの中でも小型のやつ、私常に携帯してるんだけど、これすらね、銃刀法違反がどうのこうのとか言い出したからね、警察官。本当にね、だから、
例えば鉄パイプとか金槌とか車に積んでるだけでね、あれこれ聞かれますからね、正当な理由があるかどうか。私なんかこの廃屋のね、整備整頓とか掃除とか あるから釜とかナタとかトンカチとかね、車に常に乗せてるんだけど、ほんと困るんだよね、そういう人にとって。本来ならそういったものっていうのは、本来のルールは、まあ一回一回使ったら車から下ろして家に置いてみたいな、で用のある時だけ車に乗せろみたいなのが本来あるべき姿みたいだけどね、うん、私なんかもうね、しょっちゅうだから釜とか使うの、ナタとかずっと積みっぱなしにしてるっていうのはね、警察に突っ込まれる要素ではあるんだよね。はい、まあまあまあいいです、終わりたいと思います。 CBC テレビからね、バイクね、2台ともバイクで、前にいた33歳のあんちゃんが赤信号でタバコ吸ってたと、で止まってる時、運転中にしたら煙が流れてきて、それに怒り狂った48歳がトンカチ出して殴りかかったっていう話ね。で殴られた33歳頭の骨を折る大怪我、したっていう話しました。物騒です。はい、こういうことね、なきにしもあらずなんでね、気をつけましょう。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。